ニルギリ丘陵はインド、タミル・ナード州の産地、山脈である。ニルギリはタミル語で青山を意味する。そしてこの産地はタミル・ナード州、カルナータカ州、ケーララ州の3州にまたがる西が発山脈の一部をなしている。ニルギリ丘陵に含まれるミネのうち少なくとも24、峰は海抜2000メートルを超える。最高法は2637メートルの ドッタベッタピークになる。ニルギリ生物保護区の地図。ニルギリ丘陵は、タミル・ナード州、ニイラギリ県に位置しており、範囲は2479平方メートルに及ぶ。ニルギリ山岳鉄道によって、コーヤンブットゥール県のメットパラヤムと結ばれている。この山地は、北は、モヤー川によって、カルナータカ平野と区切られ、南は、パラカド峡谷,谷によって、アナイマライ丘陵、 パルニ丘陵と隔てられている。ニルギリ丘陵は、ニルギリ生物圏保護区に含まれている。ニルギリ丘陵には、戦死時代から人が暮らしていたと見られ、人工物が多数出土している。イギリス領インド帝国時代に収集されたそれらの多くは、大英博物館で見ることができる。最初に、ニルギリという語が使われた記録は、ホイサラ朝の将軍によるもので、1117年まで、 遡ることができる。すなわち、ビシュヌバルダナ王時代の将軍がこの地を制圧した時の報告に、この青い山の峰を富の神ラクシュミーに捧げると記されている。また、バジャイトッタムでは10世紀のカンナダ語で記された石踏みが見つかっている。ニルギリサダラナコテに存在したヒンドゥー寺院からは、14世紀、ホイサラ朝のバララ賛成によるものと思われる石踏みが、 見つかっているが、この寺院は今はダムに沈んでいる。1800年代の初めには、イギリスやフランスによって公的あるいは私的な調査が行われ、熱帯地方でありながら過ごしやすい気候が報告されている。その後1820年代の初めには、イギリス領インド帝国の主導で急速に開発が進み、避暑地として人気を博した。1827年には、 ウダカマンダラムは保養地とされ、マドラス管区の夏場の首都ともなった。1899年には、マドラス政府と民間の資本により、ニルギリ山岳鉄道が開通している。19世紀になると、海峡植民地から中国人の囚人がインドに送られるようになり、彼らは釈放された後に、ニルギリ山地に暮らすようになった。結果、 中国人とタミル人のパーリアとの根結が進んだ。ありがとうございます。